Don't you see?
アリス・ミゼルです。今日は、ツアーのファイナルと、で、今年の、見納めということで、最後まで、体中の穴という穴を、嫌っていうほど開いて、アリス・ミゼルを吸収してから帰ってください。クリスマスがね、おとといあって、まあ、毎年あるけど、その街には鬱陶しいほど偽物の愛が溢れてて、でもこれが本当の愛の形です。そりゃ、オフカワにて
Thank you.
懐かしい曲をやります
Oh!
記憶とすら
シンデレラの話を作り変えて作った歌です。サンデルオンズラン。
苦しみを体の中へ閉じ込めて、いつまでも離さないだいたい。
ちょっとここでこれから言うことはちょっとみんな一人一人しっかり聞いてほしいんだけど、バンドっていうのは、まあ、5人の全然違う人間が集まってバラバラの個性とか理想とかを持ち寄って、それでまあ僕らの場合マリス・ミゼルっていう一つの作品に作り上げていく作業をしていくんだけど、それはすごく難しいことで、すごく難しいから、でもすごくやりがいあって楽しくてっていうものなんだけど、その理想っていうものが噛み合わなくなってくると、それはどうしてもそのまま一つ行くわけにはいかなくなっていくもので、別れてしまった方が、まあ、音は2つに分かれた方が、2つ分の、また素晴らしいかどうか分からないけど、いいものがきっと生まれるわけで。で、今回、マリス・ミゼルの中にも、そういうことが起こってしまって、今日のライブを最後に、僕が、このバンドをやめます。すごく長いことを話し合って、それでとても前向きな別れなんだよ。別れです。涙とかは全然似合わないので、それは、桜の花が花とともに帰ってきた頃に嬉し泣きの涙として撮っておきましょう。この5人でこの5人のマリス・ミゼルの最後の曲になります。今やってきたサドネスっていう曲と前兆っていう曲と、その次のこれからやる曲で一つの物語になってたんだけど、まあそういう感じで聴いてください。僕が一番、まあ、全部好きだ、マリスの曲は全部好きだけど、その中でもすごく思い入れがあった曲です。